治療標的データベースは中国石膏大学のイノベーティブドラッグリサーチバイオインフォーマティックスグループとシンガポール国立大学のバイオインフォーマティックスドラッグデザイングループによって構築された医薬品及び医療関連のリポジトリである。これは基地及び探索された治療上のタンパク質や拡散の標的、標的疾患、経路情報、 およびこれらの標的に対応する薬物に関する情報を提供する。標的機能、配列、立体構造、リガンド結合特性、酵素の命名法と薬物構造、治療クラス、および臨床開発状況などの詳細な知識が得られる。TTD は http://db.idrblab.net/.ttd/. から。 ログイン不要で自由にアクセスできる。このデータベースには、現在、3419の治療標的と37316の薬物が登録されている。TTD の標的と薬物は、それぞれ583のタンパク質性化学クラスと958の薬物治療クラスをカバーしている。TTD では、風が発表している。 国際疾病分類の最新版コードを採用しており、疾患、疾患分類の明確な定義を容易にしている。ターゲットバリデーションでは、通常、標的が疾患関連の細胞、組織で発現していること、生科学的圧生において、十分な効力を持つ薬物、または薬物様分子によって、直接就職できること、及び細胞や動物モデルにおいて、 標的就職が関連する疾患の表現形を改善していることを決定する必要がある。そのため TTD では3種類のターゲットバリデーションデータを収集する。標的治療薬の発見、調査、及び臨床モニタリングに多大な努力がなされてきた。これらの活動は治療標的の遺伝的、プロテオミクス的、相互作用的及び他の側面への勘弁な アクセスによって促進されうる。関連データは TTD で提供されている。タンパク質、核酸、その他の分子実体が治療標的として探索されており、その数は数百に上り、承認された医薬品、臨床試験薬、特許を取得した薬物の標的となっている。これらの標的とそれに対応する薬物、特に臨床用途、知見、 特許取得済みの薬物についての知識は、創薬を促進するのに非常に有用である。提供された TTD の最新版は次の通りである。治療標的や初期薬物候補に関する知識は、創薬の改善に役立つ。特に、標的制御因子や関連するシグナル伝達経路のデータは、創薬可能性、システム薬理学、新規トレンド、分子的展望。 および創薬ツールの開発などの研究を容易にすることができる。このような情報を提供するために TTD ではいくつかの輸送体のデータベースを提供している。ありがとうございます。